にちは。2分前にトイレに行ってきたウルです。今回はですね、駅の裏使っていこうかなと思います。いやね、いや2分前にトイレ行ってきたから、もう僕を止められる者は誰もいませんよと。今まではね、お天敵、今回も百式行くんだけど、白蓮光じゃないのよボス。もう尿意、もう尿意が僕にとってのラスボスなんで、それを取っ払ってきた今、もう僕を止められる者はいないということで、今回駅ドナ使っていこうかです。こいつサラなんだね、駅ドナサラ。で、こいつがですね、20ターン変身できて、3ターン知恵から変身して、サマーフレアソング。敵の行動1ターン遅らせて、全ドロップ強化3ターンのダメージ無効活用、ランナーターンで言ってると、まあ、あんまり僕的に遅延はね、なんかあんまり後半全然役に立たなくなってくるんで、あれだけど、まあ、でも3ターン内でダメージ無効が7ターンで言ったのはそこそこ強いんじゃないかなってことで。で、今回火力が結構あるんだよね。だから、この、L 字消し、この、読めないモーハンのアマツの武器つけました。で、パーティーはね、こんな感じでいきたいなと思います。今回久しぶりに新ウルフ使おうかなと思って、火の L 字のキャラ全然いないんで、まあなんか無理やり L 字に染めました。これ感じでね、こう L 字でちょっと攻撃していく寄りに寄せてみて、これでどんな感じかみたいな、そんな感じのパーティーでやっていこうかなと。それじゃあやっていきましょう！ OK！ さあ、百式始まりました。なんかさ、今日ツイッター見てたんだけど、なんかツイッターのトレンドに、あ、ツイッターじゃね、今 X って言うんだね。忘れてた。今 X って言うんだけど、ツイッターじゃなくて X になったんだけど、あの X がね、なんか収益化始まったらしいよ。え？みたいな。今収益化できんの？みたいな感じ思わない？で、なんか収益始まる。あ、エキドラ使おうか。ちゃんとついてきたよね。いや、可愛いね。正直言ってめちゃめちゃに可愛い。で、その収益化が始まるらしくて、ええー、と思って。なんで、もうね、なんか、結構稼いでる人いなくて、でもね、なんか、ツイッターブルー、なんか、ツイッターに課金してる人だけが収益化できるのかな。だから実質、それも収益化と言えるのかみたいな感じに、を感じるけど、僕的に。で、まあ、一応収益化になってるよ、みたいな感じらしいです。ええー、と思って、いいな。僕もね、収益化したいね、ツイッターで。いや、ツイッターでね、ツイートして、なんかそう、バズった際に。いや、もうお金までもらえるという、この一石二鳥みたいな、そんな感じで。いや、いいね。で、これでどれくらい出ます？まあ、これは、種族性だよね。これで、映画をかけてどれくらいいくかですよ。それが今回の見どころね。これ、映画数倍率何倍くらいいってんだ？ただ、7強でね。7コンボ強化の稼ぎ数に応じて、いっぱい上がっていくみたいな感じなんで、もう結構今回いい感じになってるんで、いい感じなんじゃないかな、みたいな感じ、いい感じですね。オッケー、これで、ここは、マリエル使って突破で。オッケー。これ、あ、いいね。これ、火の、L 字結構組んでみよう、これ。あとなんか他にもトレンド入りしてたんだよな。なんだったっけ？なんかツイッターのトレンドを見ることでしか僕はトーク、何を話せばいいかわかんない症候群になっちゃってるね。バズれ下手くそー！これで。いや、一回これでどれぐらい軽く出るか。これ完成してほしいな。副属性も。副属性は多分いかないけど、副属性ぐらいはいってほしい。イエス！ノルマクリアー！オッケー。やっぱり映画あったらさ、これ完走するんじゃない全部。いや、しそうな気がしてきた。いや、行くだろこれ絶対。いや、いける気がする。絶対いけるわ、これ。絶対いける予感しかしないもん。ちょっと足かゆいな。足っていうか、なんか、なんていうの、ここ。なんなんだ、ここ。ふくらはぎの、ちょい下。ふくらはぎ下がめっちゃかゆかった、今。ふくらはぎ下って日本語合ってんのか。で、ここで、あそこがファイヤーになった感じのタイミングでもらって、で、オッケー、これでいただいて、ここも L 字一応組んでみようかな。で、そこも L 字にしていいんじゃない。こんなんで水がすごくつながってる。あぶね、当てこま、あぶね。これ10個もいかなきゃいけない。これさ、情報修正してほしいね。シールフのさ、このコンボ加算、2コンボ加算はさすがに少なすぎない？3段階変身で。これ3コンボ加算でもよくない？これ多分7強だから、そんなに別に10個も発動しないから2コンボ加算でええやろみたいな、そんな感じだと思うんですけど。いや、きついね、正直言って。で、これ使って、6秒か。6秒もありゃもう何でもできますよ。オッケー、これで、ここに組んで。オッケー、まあ、こんなんでいいんじゃないでしょうか。よし、10個もいったよね。で、次、マリエル。使って指も上書きしちゃいましょう。タイム DDB で。なんで？あー、でもカウントしてた！今見えた、みんな！カウントしてたぞ、エキドナ！あ、来ました、エキドナ使うタイミングがね。あ、マリエル最低。最低じゃねえか！どうするこれみんな。やばくね？3色以上同時攻撃。いや、あんのか、ギリ一応あんのか。光ドロップ火に変えんじゃん。あかんやんけ。これエキドナ使います。最高の音を届けるわ。遅延効く。待って、遅延効くじゃん。天才の所業。これがあと6秒。あ、マリエル、あ、でもダンタリ、
いやでも次マリエル帰ってくんだよな結局。これ使ってそのまま行くか。これ円波倍率見よう。状況確認。4.6 倍 4.6 倍もあんのこれ。2.3 に2をかけた数字 4.6 倍。すごくね。めっちゃ高いやん。そりゃカウストするて。いや強っ。いや待って、やっぱ上に上書きしようかな。これ指浮気すら、これ確実にここで倒したい。 OK、 これで突破していこうか。いやこれカウストするでしょ。もう一回ちょっとカウストしてたか、あの見てなかったんで、ここでちゃんとカウストしてるのを確認させていただこうか。 OK、 まあこんなんでいいか。 OK、 うわー、おしゃれすぎる。一貫棒、危ねー。よし、わお、カウスティングオーバー、カウスティングオーバーじゃん。すごい、カウストさせていただいています、ありがとう。でルーレットはこのターンで終わるんでしたっけ。これ指何秒、わ3ターンの間も2倍にしてくれるの、めちゃめちゃ優雅、めっちゃ優雅やんけ。でルーレットあと1ターン続いてると OK、 それが分かりゃもうこっちのもんよ、こっちのもん、わけわからん。 OK、 これでなんか下手くそじゃない？待って、すごい下手くそじゃない？もしかして You めっちゃ下手くそ？もしかして You めっちゃ下手くそ？ OK、 これでわーい、水落としたかったけどもイカボー。コンボ傘あんだよさっきから、コンボ傘あるのにさっきからイカボーって言ってるのさ、なんかすごく恥ずかしくなってきた。あ、ルーレットなくなった、ルーレットなくなったらこっちもルーレットめちゃめちゃ下手くそだけど、もう1個以上、まあ2個か、2個以上のあのルーレットはもう僕も下手くそなんで。オッケー、でこれはもう全然オッケーです。これ使って突破。これでオーケーオーケーオーケー、めちゃめちゃオーケーね。で、まあ、こんなんでいっか。よし、これで多分もっとうまくできたけど、オッケー、10コンボいってる。他になんか話すことあるかい？ないよね。何も話すか。弱体とくらってたら感動する。キドナの包容力のたまりね。いや何話そうかな、なんもないんだよな、このパズドラのさ良くないところね。もう話すことないの、これ展開が特にない。なんかモンストとかだったら即発狂みたいなギャーとかさ、スマブラとかだったらこうなんか飛ばされる飛ばされるとか、マイクラでもうわーゾンビがーみたいなあるじゃん。モンスなこれない、このパズドラなんもないのよそういう系だから。もう何を言えばいいんだいみたいな感じになるよねこれね。で無効貫通が全然やばくね、もしかしてやばい？これもしかしてっていうか、絶賛やばくね？これ3ターンか。これね、長い弊害出てきましたよ。あ、そうだ、これ水の無効貫通組むか。ドロップ足りないじゃないかい！やばいかも、これ。これ、やばいかもしれないです。これ正直言ってやばいかもしれないです。これ何変えんだっけ？光ドロップ、あ、ただ木のやつで水の無効貫通でワンチャンチャンチャン、そうだよね、踏ん張りガード踏ん張っていただいて、これ何億無効だったっけ、5億無効、そうだね、水の無効貫通組むか。これ水無効貫通で、いや水無効貫通で勝てんのかな、これやったことないから分かんないんだけど、こうかこうか、頼むマジ水の無効貫通、お前の本気を俺に見せるの、もっと水落ちろ、いや、イエスイエス、いけ頑張れ、よし危ねえ、前半一切も1ミリも動かないから、全く動かないから、もうマーキングしてただろ、もうなんか猫が電柱におしっこかけてマーキングみたいな、おしっことか言ったらおしっこ行きたくなるからやめてください、さっきせっかくトイレ行ったというのに。これ使ってこれも水の無効貫通でやっちゃう、なんか調子に乗ってるこれもしかして、いやいけるでしょういけるでしょう、オッケー、なんかいけるでしょう、2回言っちゃいました。こうするか、うますぎか、いやこれは絶対いった、これカウストはしてる、とりあえずいったね、強くね、あしかもダンタリアも無効貫通あるんだ、ありがとうありがとうございます、あなたがいなかったら多分無理だっただろこれ、いやありがてえ。これ 0.01 倍これはマジやばい、どうしよう、
あと3ターンでしかも変なのたまる、だから早めに突破しなければまずいという状況下において、これはやばすぎる。どうしよう、本当に困ったな。これでしかない、これしかなかった。ごめん、これ以外なんか多分できることあると思うけど、あと1個分、ありがとう。よし、ま、あ、いったでしょ、これいった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 、オッケー。さあ、で、次が誰でしたっけ、忘れた、11回って誰だったっけ。ありがとう、こいつだ。こいつがなんか消せなくすんだよね、確か。よし、これでこいつ使って、でこれね、貴族性になるんだけど、これ木ドロップ水に変化だから結局大丈夫だよみたいな、そんな感じのあれなんですよ。でここ一旦耐久というかターン潰しで、これでちょっとでもこの何あれを減らす、言葉が出てこんけど、あれを減らしました。でここは無効貫通にするか、無効貫通で組んで、やばいな、え、うわ、え、やばくね、いやー、お兄さん、お兄さん、バカバカバカ、いけるんならいい、いけるんならいいよ、いやもうそりゃもう絶賛どうぞみたいな、そんな感じですよ。もう弱体化されすぎじゃん、 0.01 倍まみれじゃないかい、まみれすぎ、いややばいって。いや、これ一回これ使って、こっちロックオン。え、どうするこれ、え、シンプルどうするこれ、これ会議会議、いや会議問題よこれ。一回これ使うか、一回これで操作時間上書き、あと弱体化、まあ意味ないけど減らしておきましょう。でダンスをね、でここでここにこうで火いただいて、もう一個火いただいて、いや、なんかできなかった、何もできなかった、この後になんかやろうかなって悩んだけども、悩んだだけ優柔不断 KTV でよろしくお願いいたします。オッケー、倒せるんかーい、倒せるんかい、強いな君たちは。オッケーオッケーオッケー、こんなのは余裕です。でこれ使っといて、よし、で、OK、で、水、で、無効貫通いただいといて、OK。OK、いいよ、うまい！さあ、今のスピーディングパズル。マジかー、それいけないか。いけたい！よし、しかも弱体が帰ってきた。偉いね、めっちゃめちゃ偉い。で、ルーレットもうすぐ終わる。OK！ ありがとう。すごくありがとう。これ使って、よし。で、ここは、いや、どうしよう。まあ、普通に行くか。普通で。普通で？普通で。普通で？まあ、普通で。普通で？何回語りかけんねん！あそこが回復になったら、オッケー、これで。で、水の無効貫通くんどこ。で、火いただいて、あ、いいよ。で、ここでこう、あかん。で、こう、こう、こう。あーあーあぶねー、まあまあまあ、10個もいてなくても多分いったね。ただいったから安定していけるとは思えないです。どうしよう。ちょっと待って、やばい。あ、ただルーレット終わってる。ルーレット終わってんだったら全然 OK。OK、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 これはいける。で、これは、コンボ優先で、もうなんかさっきから日本語はどうした？ここで、こう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 、オッケー、これで、さあ、終わり。これで10コンボも行かせていただいて、突破して、で、その後どうしよっかな。まあ、後々考えで、オッケー、これでとりあえず突破して、オッケー、0.01 倍きついな。で、ありがとう！ありがとう！いや、こいつじゃなかったらまたきつかった。よし、でただ激ヤバ状態には変わりなく、レイランバードを使うんだけども、使うんだけども、まあいっか、レイランバードで、よし、でこれ使います。 OK、
で突破しようか。オッケー。さあ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 、これができるのが強いね、レイランバードは。でここで、うわ、エキドナ使わなかったのはなぜなぜ？いや、エキドナ使ってない。うわ、なぜなぜ言っちゃった。世間ではなぜなぜがすごく鬱陶しいみたいな感じで言われてしまっているというのに、僕のお茶目な部分出ちゃったね。もう一回光とかやめてほしい。うわー、マジ？これエキドナ使うわ。使う順番ミスった。まあいいか。オッケー、これ使って。おぶねぶね、これで突破します。まずはここにやって、結構今ギリギリじゃないね、今はの際ってやつね。ちょっと最近呪術回戦ハマってるから言わせて。でここで、いや、うますぎる、これだー。よし、これで突破したはず。よし、これは突破した、これは突破した。で次からよ。オッケー。でこいつがあと何ターンで帰ってくる。あと4ターンで、レイランバードが4ターン、4ターン。オーケー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 、ベリベリオーケー。激減が 0.25。 オッケーオーケー、全然いける、全然いけるよ。ちなみに全然いけます、これ。で、なんか指が、あ、これあれか、強化してくれてんのか。で、水の無効貫通組みながらいきます。ここでこうこうこう、オッケー、いいよ。で、よし、これで、さあ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 、これはワンパンしないでほしい気持ち、ちょっとありけり。いや、ワンパンしないで、綺麗にワンパンさせていただきました。で、やばいな、どうしよう。まずいね、これまずいです。レイランバードが溜まる前に、なんか無効貫通がね、もう一旦継続しちゃってるんです。それがやばくて、なので、いや、でもさすがに半分はいかないか。いや、さすがに半分いくと思う、いかないと思う。これどう思う、この僕が今から本気で殴ってみて半分いくならば、これレイランバード溜めてないとアウト。いや、いくな、これいくわ、これいくと思うんで、これでいいですか。これでよし、一回軽減で。で、無効貫通のやつなくなってから、ちょこちょこ無効貫通で殴っていくみたいな感じでいくわ。あ、結構削る、結構削るじゃん。しかもこれ毒作られるんだよな、これが痛い、これ痛いね。どうしよう、まあこれ一回使って、ただまだいけるね、戦えるので、毒一旦全消しで、一列で消す。で、無効貫通は、さすがに、いかないやろ、と思って、いきます。オッケー、回復力やっぱ、信じてよかった。回復力結構高めに入れてるで、今回。半分いくな！オッケー、セーフ。で、レイランバーとか、あと一旦、オッケー！これもう殴ってオッケーです。これ結構本気で殴ってオッケーです。これ殴りやばい。これ使って、回復なくね？これ回復ないですね。あ、これ回復がないです。これ回復ない。これ半分切ったら確か大ダメージくるんですよ。だから、ダンタリオンを保存の法則しておかないとまずい。なんで、ここはまだ本気で殴っちゃダメです。なので、これで。よし、これで、一旦これで毒落ち込んくんだよ。あ、落ち込んだしか、OK。半分いくな。いい引っかかりよ、それすごくいい引っかかり。これ死なないよね、まだ多分。よし、でここで使ってで回復して、これでいこう。回復3つしか作んねえのか。先にダンタリオンだった、もしかして。まあ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 、でエキドナがあと2ターンなので、ここは無効貫通で殴るバトルの仕方なので、なんか負けそうな気もする。いきます。全然来ねえ。いや、これでやっ
ってさっきのがすごい反抗期迎えてたんだけどあの人なんで？でこれは消しちゃダメだからこうか火をしてない毒をずらしました。オッケーこれで回復力頼む。まあ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 いいでしょういいでしょういいでしょう。これは多分前回までいった。あきりいってないけどまあオッケーオッケーオッケー。よしでいいよインフェルノーラオッケーいいいいめっちゃ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 いい。でここレイラン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 でここでこいつ使うで無効貫通組むのは良くないはず多分きっとおそらくなのでなのでなのでここは普通に行くわ。ただこれは忘れない。火温存するかこれ。火と水温存できる。あいい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 い。オッケーこれで落ち込むもありになってるのか。オッケーでも毒作んなルーレットもやめてほしい頼む。よし勝ったこれはこれは勝った。まずこれ使います。でこれ最強の歌を届けるわ。これは勝ったやろ。10コンボいけるか。ただ無効貫通組んだら10コンボ L 字も入れたら多分いけないよね。これエキドナとレイランバードに火力を出してもらうために火をあれにして無効貫通も組みてえなー。あ2コンボ傘あるわダンタリオンの。まだいやじゃあこれ行くわ。無効貫通とあれで行きます。闇持っていくわ。指もちょうど幸い長いからこれで無効貫通を組んで、えやばくね、えやばくね、うまい。よしこれはうまいわ。これマジでうまい。オッケーでコンボカさん、よしこれでいけ。よっしゃー。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。